ピースセンキュー。あれじゃないですか。はい、タイラー達郎ファンクラブの皆さん、こんにちは。おお、はい、ヒーローですかね。タイラー達郎くん。はい、私、面識あるんですよ、実は。おお、一回ここにね、ここってこの、ここにね、私はそう、プライベートレッスンで、こんな感じで立ってた。そう、しに来た。そう、こんな感じで立ってた。そんな感じだった。なんかね、平達郎くんの所属してる、うん、まあ今ブラックベルトジャパンの沖縄支部、まあ元パラエストラ、そうか、沖縄の松根代表さんから、うん、直接連絡もらって、レッスンをしてほしいって言ったんです。連絡があって、でまだ UFC 参戦する前だったのかな、うん、アメリカで練習するかしないかっていう感じの前だったと思うけど、2年以上前だね。でも今もうあんな感じで、すごい、すごいね。ランキング5位一番、うん、だって5位って、え、 UFC5 戦無敗でしょ。6戦か、もうそんな試合してんの。そうそう、この間6戦で、ね、そう、もう負けてないんだな。すごいっす、ね、前の試合メインですね。しかもそうそうそう、すごい。で今日はね、その平達郎君の使ってる寝技について、おー、まあ寝技っていう組み技について、なんか俺がその大体こう、まあ、リサーチして、あ、こういう感じなんだなっていう特徴を少し抜き出したので、うん、説明しようかなと思います。はい、うん、ディープハーフクラブで、なんかコメントにもあったんだよな、平達郎選手がディープハーフを使っているので、あ、ぜひ取り上げてくださいってコメントをつけて、あ、そうか、うん、なんか寝た時の防御に使っていると書いてあるね。あ、知らなかった。はい、あれはディープハーフではありません。うん、そうなの。違います、コメント見て。違います、あれはどっちかというとコヨーテハーフ。うーん、あー、あー、ディープハーフではない。うん、で、ディープハーフを使うMMA ファイターっていうのはもう絶滅危惧種ぐらいなんだけど、うん、いるっちゃいるんだよ。例えば、まあ、有名なところで言うと、まあ、デミアン・マイヤーとか、 あとハニヤ・ヒューラーとか。怖くなっちゃった。あ、そこまでガッチリ入んないよ、一瞬だけだから。あ、一瞬くぐったりするんだけど。ああ、軽油、うん、軽油、あ、そこいたらもう股の中で血の海にもらっちゃう。そうそうそう、いいっつってやる。そうそうそう、ないだからディープハーフはね、言ったら柔術グラップリングの専門技術だから、うん、なんか使いどころがない。なるほど。スパイダーガールみたいな。まあそうっすよね、うん、そうそう、ギアってスイープで2点取ってっていうルール内で生まれてるものさ、うん、で、まあ平達郎君がなぜにそのなんだろう、 UFC っていう世界の舞台で戦ってるにもかかわらず、あの組み技が成立してるのかっていうのをね、俺ちょっと分析したんで。うわー、うん、やりますわ。やった、神回じゃないですか。うん、で、まあ、ちょっとやっていくんだけど、まずは特徴の一つ目としてはタックル、はい、タックルがやっぱりその正面タックル、両足タックルもやるんだけど、はい、いかんせん差し貫きが強い、これ、うん、うん、で片足タックルもやるんだけど、はい、片足タックルいったら大体差しになる。はいはいはい、なんかね、相手に取り方がね、大体こっちの片足タックルが得意で、こっちの片足タックル取るんだけど、はい、絶対に渡してこれに持っていくね。うん、で、もろ差しに変えたところから後ろにこう倒して巻いて倒していくパターンと、うん、足かけて倒していくパターンと、はいはいはい、うん、それとバック回るパターン。あー、それでそういう状況が生まれる。そう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 、なんかこの状況に持ち込むのがすごく上手。うん、うん、正面タックルも入るんだけど、正面タックルも入るんだけど、結構こうなってて、いつでも四つにできる、いつでも四つにできるパターンと、いつでも回れるパターンとで、なるほど、うん、割とこれで設定されているね、立ちは。四つにこう組むのが得意なんで。そう、差し貫きがやっぱり強い。すごい。それでガバって倒すんじゃなくて、これもバッククリンチも許容できるし。そう。そう。で、タックルミスとしても、貫抜きがすげえ強いから。ああ、うん。そう。俺はもうここでハーフガードしてるとき、シチュエーションスパーで組んだときさ、
めっちゃ強かった。そう、針金入ってみるやっぱ力。なんか体曲がらないんすよ。そうそう。あ、これがフライかって思ったら、うんうん、強っ。フライって何キロ？ 56.7。だルースター級だよ。すごいね。ルースター級って考えたら、フィジカル抜群だね。身長はちなみにどれぐらいなんですか？俺よりちょっとちっちゃいぐらいです。あ、どれぐらい？165、8とか。まあ、どういう風な、あ、普通の、はい、あ、普通に組んでこれで上げてきて、これでこれで、あ、自分のタックルか。そうそうそう、あ、相手がタックル打ってきたりとか、人を組みついたりとかになったら、そうそうそう、勘抜きは強いね、やっぱり、うんうん、あの平達郎君はMMA の中ではハーフガードの候補、上も下もめっちゃ大切にしてる。ああ、からあのハーフガードの候補がめちゃくちゃ多いんだよ。うんうんうん、だから試合見てると寝技になったら絶対ハーフになるから。ああ、そう、上も下も上も下も、へえ、で下になっちゃうこともある、はい、まあ、結構こけて相手が詰めてきた時とか、はいはい、タックル取られちゃった時とか、はいはい、まあ下になっちゃうことはあるんだけど、一応左右の差しはできるっぽい。なるほど、うん、こっちもできるし、こっちも、でも多分メインこっちなんだろうね、左差し。あ、で、あ、こう、こう刺して、刺して、こう、これで、これで起きてくるのがめっちゃ強い。あ、で、まあ、その、コメントであったディープハーフっていうのは、ここから、これで潜って、こっち返すっていう動作、はいはいはい、があるから、これのことだと。なるほど。うん、でもまあ、いかんせんこれ来ようってね。で、別にこれ綺麗にクリーンスイープを取ろうと思ってやってない、うん、立てればいいと思ってる。なるほど、2人で一緒に立ちましょう。そうそう、だから刺してこれかけて立ってきて、でこの状態もめっちゃ分かる。ああ、なるほど、バックで。そう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 、足掛けのこれも強いし、うん、うん、で、まあ、特徴がそのハーフの攻防をめっちゃ大事にしてるから、まあ、その2なんだけど、うん、でもボトムってそこまであんまり出てこなかったので、でも大体はこのコヨーテですから、はいはい、なっちゃったらコヨーテ。クローズガードを許容してない。下下、うん、クローズガードになりそう、体がフラットになりそうになったら立ってる。だったらハーフの方がいいって考え。そうだね、多分 そういう、うん、そういう考えなんだと。だからハーフは許容してる。なるほど、そうなんです。だからハーフガードが出てくる。うんうん、自分総合の知識全然ないんですけど、うん、一般にクローズとハーフだったらハーフの方がヤバいっていう感じじゃないですか、総合って。いや、クローズもヤバい。クローズの方がヤバいんですか？うん、殴られた。ああ、これで、うん、殴られても立てないから。ああ、うん、じゃあさ、三角十字がかかるんだったらいいけどさ、あ、そんなかけれるレベルの相手じゃないやつしかいないわけよ。もうあの、あそこで戦ってたから。そう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 、割らなくていいっすもんね、MMA で。そう、こうやってたらいいね。そう、こうやってずっと殴ってれば。そう、あ、ポジションも打開できなくなっちゃう。うん、で、やっぱりそれでスイープとかテイクダウンとかして結構こうなって、で、クローズガードに一瞬入っちゃうこともあるの、うん、でもクローズガードに入っても殴ってる。ああ、上になってる。そうそうそう、 あんまり割ろうとしてない。なるほど。で、相手これ逃げようとして腰切ったりするのをまた振る。ああ、嫌だ。なるほど。あ、そう、これがめちゃくちゃ多い。で、ここに来たらまず考えてることは、相手をどんだけフラットにするかっていうことをよく考えてる、うん、こう、脇差しで寝かす、脇差しで寝かすのも結構しっかりやってくるし、こいつがこう、これを取り返してこう刺させてもらえないんだよな、この肩でめっちゃ寝かす、うん、これもすげえやるし、あとはニシールとかで突き放してくるやつ、まあ、もうくっつきながら殴るね。あ、結構これで殴ったらこう肘落としたりして、めっちゃ嫌だね。やっぱフラットにした方が相手が立てないから。うん、そうだと思う、そうだと思う、そうだと思う。ただ、あの、なんだろうな、その、結構削る寝技で あって、あー、なるほど、うん、パスガードも狙ってるんだけど、なんかね、パスガードは、ここまで、ハーフマーク、あー、もう相手の動きで、そうそう、で、ここでまた殴ってる、こう、なるほど、って、相手が変に逃げようとしたらマウントとかになる。マウントとかになる。だから、足抜きでこういう動作はしなかった、してなかった、全然。なるほど。そこで頑張られて体力使うよりはもう殴って削ってって感じ。そう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 。ただやっぱこれで相手ももう殴るのに必死になってくるから、だから勝手足が抜けてることが多いんだよ。ああ。まあこうなるし。そう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 。それかバック。これで相手が後ろ向いちゃって、でこっからバック。なるほど。移行してすぐ4のしみたいな。
すぐ読んでしたいや、すぐ読んでしたんだよ。あのシングルバックとかほぼ経由なしで、すぐ4の字バックになる。やっぱ足とかも耐久だから長いよね。長いし細い。うん、あ、確かに。かかりが良かったです。そう。で、もう一個めちゃくちゃその、あれがあるのが、特徴があるのが、マウント三角うまい。ああ。見たことある。うん。あのね、マウントを取った後に、やっぱ結構ね、大胆にここに来るんだよ、こうやって。で、ここからこれ足組みするんだけど、めっちゃ深いんだよ、これが。あ、だからほとんど取れてなくて、これで締めるか、殴るか。うん、そこのかかりいいんですね。かかり。しかも、一回十字で取ったこともあったよね。あー、はい。あれもあの、この三角からの流れだよね。はい。ここから、結構かぶせられたところからだけど、結構腰のこの盛りが良くて、これで決まったんだよね。あったな。そう、だからマウントからの三角十字は頭に入る。フィニッシュで。そうそう、だけどクローズ側からの三角十字は許容してない。なるほど、下の時はね。そう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 。で、結構そのパウンドで相手の消耗を狙って、で、あとアウトさせてミスさせていくっていうパターンがすごく多い。なるほど。じゃあ結構もうマウントになったら仕留めてやろうみたいな感じになってます。あ、もう結構あの相手削る、削りまくって、削って削って、うん、三角、うん、十字。なんかそこでここのハーフガード戦を許容されるとみんなめっちゃ削れてるんだよな。あ、すっごい疲れてる。なるほど、うん、で、やっぱミスが結構起きやすい、うん、ブリッジとかで跳ねたりして、はいはいはい、うん、やっぱマウント取られてとかが多くて、うん、で、あとバック、うん、ここバックってこの間もバックだったんだけど、そのバックテイク の、 そのなんていうの、判断がめっちゃ早くて、うんうん、でなんか落ちそうで落ちない。あ、うん、なんか結構ね、横に落ちそうになる時も あったんだけど、はいはい、やっぱりリテンションしてきて戻るのが上手だった。取り切るっていうよりも一回やり直しみたいな、うん、で、しかもタスキもシャッファイユ、それすごいね。4の字も左右、すごいですね、うん、すごいな。うん、多分、まあ、憶測だけどね、憶測だから何とも言えないけど、すっげえ打ち込みやってるんだと思う。とっさに出せないですよね、込まないと。うん、うん、そうだね。だから前のその技とかもさ、もう立ってる相手に対して4の字、はいはい、あれもあのこう立ってる相手に対してもういきなり4の字ロック取っちゃって、で、まあ、俺とかも別にそんな足長くないからあれなんだけど、ここでおたつロックっていうこういう形、はい、作って、で、こっちなし、あー、たぶん金田君の場合逆だったかな、こっちやったかな、どっちやったかな、どっちか忘れちゃった。でも、こういう風に対しかけて、あー、怖いな。うわ、怖いですね。うん、恐ろしい。こうなの、結構自分で後ろに下がって、それでこれ体重かけてって潰してたから、これがこうなって、そうそうそう、これがヘッドフックみたいになって動かなーってなって、で、こっちにぐしゃっと潰れたっていうね。バン、そうそうそう、バン、相手の足にボコッとなった。そうね、まあ、こうなってね。あ、やばいっすね。あ、内側とかでも年中時だからね、壊れちゃう。うん、だから、まあ、大体こういうので構成してるんだけど、うん、で、やっぱりその、なんだろうな、ハーフガード戦がめちゃくちゃ多い。で、相手をフラットにすることをすごく考えている。うん、で、あとはバックテイクとマウントへ その移行で、どういうふうに攻めていくかっていうのは、自分の中でちゃんとプランがある。はいはいはい。うん、だから、これが多分その彼の強みだと思う。で、なんて言ったらいいんだろうな、そのゲームプランの中で難しい技やらないんだよ。シンプルな。そう、多分ね、打撃とか混じりながら組んでいくときに、はい、もう一挙動の型で取んなきゃダメだから、はい、あ、流れでこう、そうそう、ここでツイスターバックに切り替えてとか、はいはい、そのクラブライド使ってとか、そういうことは やってない。へえ。やってないけど、ちゃんとそこの位置に対して、あの的確なポジショニングを得てるから、うん、だって相手、これ削れるでしょっていうのがあるから、うん、ここにいたらいいでしょっていうのがあるから、あ、複雑なことしなくても戦略で埋めていけてるんだよ。なるほど。と自分が得意なところで一番いいことだけ出してる。そう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 、うん、考え方的には結構俺たちとやってることと近いです。近い。俺たちもこのタックルとか足もずっとここら辺の展開で下も上もやってみたいな、うん、
そうだね。ただやっぱ柔術になってくる、柔術とかグラップリングになってくるともう少し考えなきゃいけない許容範囲が増えるから、あ、打撃があってもうここ逃がせないっていう風になるからシンプルになる。なるほど。でも俺らの場合はそこでやり取りが発生するからもう少し技術がある。柔術のルール内で、そう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 、それはもう打撃やってる人たちが使う組み技と俺らが使ってる組み技は全く別物だから。俺はこれ見てて思ったのが、なんでこんなにシンプルになってるんだろうと思ったら、やっぱり打撃があるからだな。まあそうっす、そう。でも逆に言うと、あれぐらいシンプルでいいんだよ。めっちゃ難しいことしなくても、まあそのおたつロックが難しいか難しくないかって言われたら、それはベリンボールに比べたらさ、その手順は少ないじゃん。そうっすね。そうっす、ただやっぱ使い方は、あれはまあ偶然だったりして、狙ってるにしろなんかそういう風になったから、使い方はそのなんて言ったの、そのまあ言うと差し込めて使い方がやっぱり技術のうち、バリエーションではなく、戦い方が、そう出せるか、そう戦い方がうまい、挙動が少ない技が全部回るようになってます、自分の得意なエリアで。そう、だから多分あの松根代表がよく考えてるのもあるし、平君の強いところ弱いところっていうのがちゃんとゲームプランに反映されている。でなおかつ最近打撃もだんだん上手くなってきてるから、穴がなくなってきてるっていう、すごいっすね。ところかな、チャンピオンになってほしいっすね。チャンピオンになってほしい。日本人からね、熱いっすね。まだいないからね、チャンピオン。アジア人まだいないですよね。あ、そうなの。 UC の男子の、そうね、なってほしい、応援してます。だからまた応援していくんで、頑張ってください。まあ、見てるかどうかわかんないけど頑張って。ではまた。サブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。